こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、オーストラリアの視聴者さんからお菓子をたくさんいただいたので、こちらを食べたいと思います。じゃん、こんなにたくさんありました。ニュージーランドとイギリスでもお菓子買えるみたいです。海外のお菓子嬉しいですね。いただきます。今回ね、視聴者さんがお手紙と一緒にお菓子の説明も送ってくれました。助かります。まずはこちらのアンザックというビスケットです。オーストラリアとニュージーランドのビスケットです。あ、すごいいい香りがする。ぎっしり入ってますね。ザクザクしてそうです。うん、結構ね、ハードな食感でザクザクしとって甘くて美味しいです。オーストラリアではアンザックビスケットについての法律があるみたいで、クッキーを使っちゃダメなんですって。アンザックビスケットはビスケットって呼ばないとダメらしいです。うん、次はこちら、コインリコリス、オランダのお菓子です。これなんかお手紙にね、苦手な人が多いって書いてありました。あ、なんかもう香りからしてちょっとあんまり嗅いだことないお菓子の香りです。でもすごい真っ黒だもんね。なんだろうこの匂い。いただきます。ソフトキャンディーみたいな感じなんやけど、歯磨き粉みたいな感じがします。私も大好きではないですねこれ。次はこちら、クリンカーズ、オーストラリアのお菓子です。これはね、中身の色がね、いろいろ違うみたいで、この色当てゲームみたいのを知ってたから遊ぶみたいです。あ、白だ。あ、おいしい。チョコレートでね、中身はなんか甘い、ちょっとね、飴を固めたような感じかな。うん、ピンクだ。味もめっちゃ美味しい。次はこちら、イギリスのお菓子、チョコレートオレンジです。大きいですね。オレンジと同じぐらいの大きさありますよね。あ、へえ、面白い。中はほら、オレンジのこう切ってあるやつみたいな感じで切ってありますね。すごい、ちゃんと果肉感まで表されてる。あ、コーティングしてるわけじゃないんだ。あ、オレンジの味はしないかも。ただのミルクチョコレートかもしれないですね。美味しい。次はこちら、ジンジャーナッツビスケット、こんな感じです。なんか全部お菓子がちょっと手作りっぽい感じ、なんか工場生産じゃないっていう感じかな。なんて言ったらいいかわかんないんですけど、そういう感じがします。うん、ジンジャーのね、風味がして美味しいです。これはジャファケーキ、イギリスのお菓子です。こんな感じですね。クッキーだけどちょっとふわふわしてますね。うん、中にね、オレンジのジェリーが入ってますね。うん、ジャファ、オーストラリアのお菓子、重たいです。なんやろこれ。あ、これだけです。なんか特別に入ってる玉みたいです。こんな感じです。うん、チョコだ。もう全部こう赤にコーティングしてあるのは意味があるんやろか、不思議ですね。普通にでもチョコで美味しいです。これはジュベース、ニュージーランドのお菓子、グミかな。カラフルです。うん、グミ、ちょっとサワーっぽい味がします。色によって味が違う。黒いの食べたいけど、さっきの歯磨き粉みたいな味します。こういう味結構あるんですかね。次はマルティサス、イギリスのお菓子です。こんな感じです。サクサクしとってめっちゃ美味しいです。そういう中に入っとるのがね、軽くって、でもコーンとかのね、お菓子とかではなくって、カルビ焼きみたいな感じのが入ってる感じがします。これはミンティスっていうオーストラリアのお菓子。パッケージが可愛いですね。こんな感じです。うん、これはソフトキャンディーですね。ミントの味ですね。美味しいです。あ、ミンティスやもんね。ムスクスティックです。オーストラリアとニュージーランドのお菓子。なんか一見あんまちょっとお菓子っぽくない感じがしますね。なんか DIY とかで使いそうな感じがする。こういう感じです。うん、食感はちょっとガムっぽくって、こう口の中でシュワーって溶ける感じ。日本じゃないお菓子ですね。おいしい。ムスク、香りがいいのかな。これはニュージーランドのお菓子、パイナップルランプ。これもチョコレートだ。うん、パイナップルの香りがします。ふわっと口の中で。チョコの中にパイナップルのソフトキャンディーが入ってる感じがします。で、ポットというオーストラリアのお菓子です。これ甘そうですね。こんな感じです。うん、おいしい。もうなんかサクサクのさ、ゴーフレットみたいな生地の中にチョコレートが入っとって、その中にね、キャラメルソースが入ってます。うん、
甘くておいしい。これはワインガムというイギリスのお菓子。ワインってついてるけどワインも入ってないんです。グミかな。うん、グミだ。結構ハーグの食感でおいしい。で最後はこちらワゴンホイールというオーストラリアのお菓子。こんな感じです。これチョコパイっぽいけどクッキーかな。うん、あ、チョコパイっぽい生地だった。中はね、ビスケットみたいな感じですね。で、真ん中にマシュマロとジャムが入ってるかな。ごちそうさまでした。オーストラリアとイギリスとニュージーランドのお菓子めっちゃ美味しかったです。私好みにね、甘いお菓子が多くて良かったですね。やっぱりね、ビスケット系が多い感じがします。で、中にね、ちょっとね、食べ慣れない味のものとかもあって面白かったです。チョコレートの種類がね、豊富でいいですね。で、外国のお菓子とっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことがあったら、よかったらコメント欄で教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバイ。